砂防の戸締まり終わったよ。なんだい、ひょっとしてまた僕にお願い事？まったくもう、兄ちゃんはすぐそうやって僕に頼ろうとするんだから。言う時にお酒がないと僕困るよ。そんな言い方ずるいよ。僕だって兄ちゃんに逆らいたいわけじゃないんだ。そこまで言うなら兄ちゃんに従うよ。はい。どうしてもってお願いしてくるなら僕だって聞いてあげないとしょうがないじゃない。でもお酒の代わりにお茶けだなんて落語じゃないんだからさ。